過去の動画を振り返ってみたコーナー。本日の動画は、翔平 TV が片通もなくバリバリ投げていた前世紀、野球 YouTuber 向こうさんと同じチーム時代のマイナーズ対日中技研工業さんです。ノーヒットノーランを達成した映像をご覧ください。さあ始まりました。携帯で編集している時代ですね。ノーヒットノーラン達成ということで動画見てください。そして向こうずによく参加していましたバッケンリキアと久しぶりの再会をした時ですね。こちらベストボール特集ということでノーヒットノーラン達成した動画ですが、いいところだけ抜粋して動画を作っております。ちょっとね、画質がすごい悪いんであんま見づらいと思うんですけども、スライダーやツーシーム、まっすぐをバリバリ投げていた時代ですね。まあ、リリースしてからのキャッチャーがキャッチするタイミングを見てちょっとどれぐらい速いかとか、変化量、バッターの反応とかを見て判断してほしいと思います。今思えばですね、この時ノーヒットノーランをした後からちょっと肩の調子が悪くなったような気がしています。多分無理をしすぎたんでしょう。とにかくこの日はね、本当にいいピッチングをしました。もうどこに投げてもデタラメに投げてもアウトローにビタッと決まるような感じ、そしてそんなに力を入れなくてもボールが走っている感じがしました。ツーストライクスリーボール、はい、こちらまっすぐを投げたつもりがナチュラルシュートをして見逃し三振。はい、そしてこのバッターはですね、リキアですね、バッケンリキア。難なくストレートで打ち取りました。この時はですね、本当にインスラがすごい決まってまして、高めのストレートでもすごい伸びがあったんで全然打たれなかったですね。そしてツーシームをびっくりするほどアウトローに決まったり、本当にあのキャッチャーのね、佐藤秀樹さんがとてもいいキャッチングをするので、それで助けていただいたっていうのもあります。さあ、そして皆さん、今ですね、コロナウイルスの影響で外出自粛をしていると思うんですけども、皆様自宅での、過ごし方どのように過ごしていますでしょうか。僕はですね、このように過去の動画を振り返って気持ちとかを話してもう一度皆さんに見ていただくっていう感じで、動画を作っております。さすがにあのグランドも撮れないんでね、撮影もできなくて本当にもうネタがないんですけども、皆さん何かネタがあったらコメント欄にコメントお願いします。お、これですよ、これ。これ、向こうさん。配送してからのキャッチですね。さあ、本当に今、苦しい時期ですけども、本当に皆さんで、全員で乗り越えていきましょう。そしてね、誰一人、コロナにかかんないように、本当に気をつけて過ごしていきましょう。あつおーちょっとやってみたかったですね。回ってなかったですけどね、ちょっとやってみたいなと思って熱おーってやりました。はい、皆さんもぜひとも熱い熱い熱おのねコメントお願いします。ちょっと意味わかんないね。そしてこの過去の動画ですね、結構続くと思います。本当に今、まあ、過去の動画も結構自信のある動画だったり見てほしい動画だったりあるので、過去の動画を振り返りながらこの時の気持ちとかをこう裏話的な感じのも、アフレコで入れたりして出していきたいなと思います。まあ、多分皆さん全部は見てないと思います。
昔のやつからこう順番に見た人は何人いるんでしょうか。おそらく見てないと思うので、過去の動画、この動画良かったなと思う動画を出していって皆さんに見ていただくという作業をしてまいります。そうですね、私は編集をしてない時はNintendo Switch で熱盛をやっております。それが携帯でパワープロをやっております。皆さんもしやられている方いましたらフレンドになりましょう。ぜひともよろしくお願いします。またね、こういったノーヒットノーラン達成動画出してますけど、全然違う話をしちゃう翔平 TV。まあ多めに見てください。でもね、今本当にこの動画はですね、ノーヒットノーラン本当にすごい強いチームなんですけど、強いチーム相手にノーヒットノーランをして、自分自身のなんていうんですかね、自信にもなった映像ですので、皆さんに見ていただきたいなと思います。そして皆さんに何か勇気を与えられて、皆さんもいいピッチング、いいプレーをできるように、なんかこうイメージをしていただきたいなという思いもあります。ちなみに僕がいいイメージになれるなんですかね、ネタというかものは、やっぱりね、パワープロでね、ロックオンの5にしてね、勝ち込ん勝ち込んホームランを打つことですね。あとはまあ、あとはやっぱり自分の過去のいいピッチングの映像を見て、こうイメージを掴んで、それを試合の時に活かしていくという、そういうのもやっております。はい、動画に戻りますが、徐々にこう疲れてね、コントロールや変化量がこう変化量がね、なくなってきてる感じがします。さあ、あと何人かで終わりますね。はい、こちらど真ん中見逃し、バッターもちょっと悔しそう。これはちょっとやべえ甘かったっていう感じで、ちょっと危ねえ危ねえ危ねえって感じですね。いや本当にスライダーかまっすぐしかなかったんですよね。ちょっとこう痛かったですね、手がね。さあ、これインコースへ沈むツーシーム、ちょっと高めに浮いてしまったストレート、そして低めのスライダー、これを打ち取ってアウトとなります。この時本当に編集が全然こう分かんなかったんで、なんか打つ前に先になんか結果を出しているんですよね、テロップでね。はい、そしてこのバッターはね、先ほどというか2三振ということで3打席目ですね。ノーヒットノーランまであと2人ということで、はい、1イニング3人ずつで終わってます。はい、まっすぐで三振と、あと1人です。またまたスライダー、本当にスライダーがよう決まる。これもインスラ。さあ、これでガチで投げようとしたら、ちょっと踏み外すんですよね。左足がなんか引っかかってね、踏み外しましたね。そしてラストはスライダー、鬼スラで三振と、そしてノーヒットノーラン達成となりました。3年前ですね、マイナーズ時代の翔平 TV と向こうさん、ノーヒットノーラン達成してました。この3年前のね、映像を見て、ちょっと今年もね、頑張っていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。あーつおー、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。
切るのさ、磨き抜いた切れ玉で。